ボブ・ニューハートはアメリカ合衆国のコメディアン、俳優、声優である。ボブ・ニューハート1929年、イリノイ州、オークパークに生まれる。両親はアイルランド系の家系で、カトリック系の学校へ進み、シカゴにあるロヨラ大学で経営を学んだ。その後、アメリカ軍へ従軍し朝鮮戦争に出兵した。退役後は会計士としての仕事を得たが、独自のコメディセンスを活かし、スタンダップコメディアンとして活動を始める。コメディアルバムレコードもリリースし、徐々に人気が高まっていった。コメディアルバムの売り上げは好成績を記録し、1961年にはグラミー賞を獲得している。コメディアンとしての才能を買われ、同年 NBC 制作による自身の冠番組、ボブ・ニューハート・ショーでテレビ界にも進出。同年、スティーブ・マックイーンが主演する戦争ドラマ、突撃隊で映画デビューも果たす。その後も着々とキャリアを重ね、数々の映画やテレビドラマ、サタデーナイトライブなどの人気バラエティ番組などに出演。コメディアンとしても、俳優としても、地位を確立した。1999年、ロサンゼルスハリウッドのハリウッドウォークオブフェームにその名が刻まれる。2013年にはゲスト出演したビッグバン、セオリー、ギークな僕らの恋愛法則での演技が認められ、自身初となるエミー賞、テレビドラマシリーズ部門ゲスト男優賞を受賞した。ありがとうございます。